嘘だろ。なんであいつがここに。六条千景。知り合いっすか、将軍。いや、直接話したことはない。よう、お前ら、黄金族だろ。そうっすけど。急で悪いんだけどさ、選んでくんないかな。何をすか。チームを乗っ取られんのと潰されるの。どっちがいい。あはっ、何なんなんすか、いきなり。まあ、突然来て潰されるか乗っ取られるか選べなんて、喧嘩を売りに来たと思われてもしょうがねえやな。それ以外にどう思えって言うんですか。さを睨むなって。お前さ、門田知ってるか。ダラーズ。そりゃまあ、こないだ門田の旦那にガツンと食らっちまってな。あん時は一旦俺らが池袋から手引くって話でまとまったんだけどよ、その旦那がひき逃げされたって聞いてな。気になって調べてみたらよ、黄金族とダラーズが揉めてるっつう話でよ。で、疑わしい俺らを潰そうってわけすか。ま、旦那にゃノンを助けられた恩があるからよ、犯人探しくらいは手伝おうかと思ってな。最近ダラーズで内部粛清高をやらかしてる一派を知ってるか。その連中ってのがさ、春に俺の仲間をボコってバイクに火つけた連中にそっくりらしいんだ。もう訳がわからねえから話をシンプルにしようと思ってな。俺は今個人で動いてるだけで、虎丸を敵に回すことにはならねえ。だからさ、シンプルに喧嘩買ってくれねえかな。俺らに何の得があるんすか、それ。俺が負けたらお前らの用心棒になってやるよ。はい。そのダラーズとの喧嘩に助太刀してやるっつってんだよ。ま、勝とうが負けようが、どっちにしろ俺はダラーズとやるんだけどね。あんた、もしかしてバカなんじゃないですか。よく言われる。だったら喧嘩抜きで俺らの助っ人になってくれませんか。お前らの評判が良かったらそれでも良かったんだけどね。やる気満々かよ。お前らは手を出すな。その喧嘩買わせてもらいますよ。将軍。怠慢で文句ないっすよね。いいなお前、チャラそうななりしてるくせに割と古風じゃねえか。まんまお返ししますよ、それ。やだやだ、こういう教養のない連中は夜と触るとすぐ暴力に訴える。あん時あんたが帝を殴ってくれてりゃな。なんか言ったか。なんでもないっす。将軍。ざく、今のが効かねえとか。やべえやべえ、マジで死ぬって。やべえって、一発でも食らったら終わりだ。決まったな。バカ野郎。ったく、そっちから掴んどいて逃げんなよ。なあ。